ウォーメモリアル・スタジアムはアメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローにかつてあったスタジアム。主にアメリカンフットボールと野球、サッカーの試合が開催されていた。1937年にロッシュメモリアル・スタジアムとして開場し、グローバー・クリーブランド・スタジアム、シビック・スタジアムとしても知られていた。スタジアムは多くのチームの主催試合で使用され、主なチームは カニシャス大学、バッファローインディアンタイガース、バッファロービルズ、バッファローブルズ、バッファロービルズ、バッファローバイソンズ、バッファローホワイトイーグルス、バッファローブレイザーズ、バッファローバイソンズであった。また、レース用のトラックもあり、ナスカールイベントも開催されていた。スタジアムは1989年に、スタジアムの入り口だけを残して取り壊され、跡地は、ジョニー・ビー・ワイレアマチュア・アスレチック。 スポーツパビリオンとなっている。ありがとうございます。